歴史に名高い李朝の王イサンを 2PM ジュノが、世紀の恋人と言われたドクイムをイセヨンが熱演。東宮の書庫での出会いから二人の運命が動き出す。自分が選んだ人生を守ろうとした女官と、愛よりも国を優先しなければならない王の切ない愛を描く歴史ロマンス、赤い袖咲き。